留守にしてたので、発送がねだいぶたまりにたまったので梱包して発送するね、準備をねしたいと思います。今日は日曜日なのでちらほらねお客さんがお見えになってますけども、まあ、その間をね塗って、発送準備ね。オーストラリアからブリスベンから行ってみたいね。オーストラリアとかね最高だよね。あのマットクラブってこんなでっけえカニ食べ物も美味しそうだね。カニとか、うん、白と赤と黒は対照三色っていう。炭が牧場画みたいにその炭だと昭和三色っていう品種で、炭がはっきりしててマジックで描いたみたいな炭が大正三色って言って、まあ品種が違う。深いね。深いの全部のさ、その模様の出し方が違うじゃん。それだと全然雰囲気変わるよね。見てあの激しい感じ。こいつか、日にあるもんね、このこいつ、この環境。あの、オーストラリアってあれかもしれないね。あの検疫が厳しそうだね。うわ、すごい。いや、これはすごいな。このね、あって、うわ、綺麗。ヒレナガ？そう、ヒレナガオレンジ黄金っていう。ここまでなるのにやっぱり色選別繰り返して綺麗なだけを残していくから。銀にオレンジって珍しくない？すごい綺麗、華やかだよね。あと小さい鯉もいっぱい後ろにいるからそれも見てもらえると面白いよ。ちっちゃい鯉もいるから見行ってみよう。ブリスベンフローケッワオーストラリアからそう、みんな来てくれました。ビューティフルねファーストタイム。Yes, how was amazing? これでどのぐらい？6月作れば丸1年だから。へえ、1 year。そう、ほらこっちも。YouTube 大丈夫？OK。OK。ここは18度ぐらいか。オーストラリアは暖かいからもうすぐ大きくなっちゃう。初めて見た。そう、本物ポニョ。本物ポニョ、確かにポニョだ。鯉は大きいほど価値があるけど、水槽とかで買うのもあんまり大きすぎてもダメだったりとか、あと日本の冬があるからLooks like jewelry, ね。色が引き締まって、So many colors, so many designs. So bright. So beautiful. YouTube 編集して載せるかもしれないんですけど、大丈夫ですか？
春が来れば沼に入れてまた大きくなったのがあっちぐらいの大きさになる。1歳、2歳、うん、あっち3歳ってどんどん大きくしていく。沼に入れるとどんどん自然の餌とかがあって大きくなりやすい。ここでやるよ、ね、ここはもう狭くて大きくなりにくいから自然の野池っていう。秋になったら大きくなって上がってくるからそれが楽しみですよね。西県が この状態の大きさで欲しいっていう人にはその状態で販売したりとか、あとこれは大きくしたらもっと価値が出るっていうことで大きくする声もいるし、西君は大きいからなんかいいってもんじゃなくて、やっぱり、うん、やっぱ色もだし小さくて買いたいっていう、水槽で買いたいっていう人は小さいやつで買ってたりとか、大きい池持ってる人ばっかりじゃないから、都会だと水槽じゃないと買えなかったりとかで、お店とか料亭とかね、そういうとこで水槽とかでね買ってれば、うん、おしゃれ。地下水って出んのかな？水が出ねえんだ。水不足だよ。そうなんだ。あ、でもそれは水は循環させてるんだけど常に。今プールみたいなのもあるから、プールみたいなので買ったりとか、泳ぐプール。ゴールドとかさ、ペイントしてみたらいいんだよ。イエローゴールドのやつにさ、なんかこの中に色がついてるみたいに見える。線で描かれたみたいに見える。はい、入る。ダイブダイブ大臣がサムネイル、いや本当に落ちてもらえればあっちまで泳いでいくとか一緒に鯉と泳いで楽しむっていう、アメリカとかはもうスプールみたいにして鯉と一緒に泳ぐみたいな、それが鯉の楽しみ方。どれぐらい1週間に時間費やしますか、このコインの夏場は毎朝餌やるんだけど、自動給餌機で餌やっちゃうから、それさえしちゃえば時間あるし、冬はそんなに仕事ないから3日4日家開けてても大丈夫。餌食わせなくても大丈夫。犬猫みたいに毎日与えたり散歩する必要もないから、ちゃんと池があって水が循環されてればもう生きてるから、意外と煩わしくはない、手がかからないですね。逆に今自動で餌やれる機械とかもあるんで、病気にならないためにこのろ過層ってあって、その中にろ材があって、カキ殻っていうアルカリ成分のそのカキ殻を入れとくとペーハー調整ってなって整うから、まあそこら辺は問題ないですね。ちょっとおいしくなるやつ。あ、恋のカフェいいね。今流行ってる流行ってる。恋の台湾とか中国とかで鯉カフェとかで作ってるし、あ、山形にも鯉カフェ作った、あの庭園喫茶錦ってあるけど、今日山形市内庭園喫茶錦、友達だから。やろう。あの下にあの白と、あ、白黒、はい、白写りっていうのかな。あの子大好き、ね、すごいなんか好きになってた、あの子白写りね、かわいい。白釣りっていうの？白釣りっていう。赤と黒、まあ、ひみ釣りっていう。あと赤と白が紅白。赤と白、紅白マグロが。あとは丸い頭に日の丸があるのがタンチョウ。すごい。これですごいと思って、こっち見たらなかった。
すごいね、白きれい。真っ白いやつはプラチナっていう品種。7歳から10歳ぐらいかな。大きくなって色つや良ければ高いけど、大きくてその模様が落ちたりとかなくなってきたらもう二足三門で価値下がる。大きくなって色抜けてきたりするの？抜けるやつもいるし、やっぱり年取ってくるとそれなりに。若い時はやっぱり綺麗だよねこういって、うん、やっぱ生き物だからどうしても年取ってくればね、ヨボヨボにもなってきたりとかもあるから、そうなってくるとね。